ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想教員牧野です。今回はイベントの告知から先にさせてください。東海道ランというね、旅ランをいつもやっているんですけれども、今回は11月の6日、20日、そして12月の4日で来年の1月8日、これをですね、第1弾は大手町から横浜まで。で、第2弾は横浜から、江ノ島まで。で、第3弾は藤沢に一旦戻って、小田原まで。で、ラストは小田原から、橋の湖。こちらを目指すイベントが行われますので、ぜひ興味のある方は URL の方を見ていただければと思います。それでは本題へスタートします。どうぞ。今回は、ランニングマシンのメリット、デメリット。こちらを紹介したいと思います。ジムとかを行くとですね、ランニングマシン、まあ通称ランニングマシンと呼ぶんですけど、トレッドミルという機械が、必ずありますね。で、大手のフィットネスクラブだと30分限定とかという形になってたりとか、まあ24時間のジムだとそういう縛りがなかったりする形で、結構ね、汗をかくためにはランニングマシンを多用するというケースが非常に多いかなと思っています。今回そのね、メリットとデメリット、これを紹介していきたいかなと思っています。で、まずメリットの方は何と言っても雨風関係ないわけですね。だから雨の日でもできるし、24時間ジムだったら時間も問わないということで、天候とか、時間に左右されないというのは一つポイントですし、ドロートと違って風の抵抗を受けることはありませんから、まあ一定した気温の中でできるというのも一つ、ポイントになってくるのかなと思います。何と言ってもスピードや傾斜というのをコントロールできると。ロードだとですね、どうしても、道によってはアップダウンが小さくあったりすることによって、知らず知らずにスピードの上げ下げというのを時計の方でコントロールしてしまうケースが多くなります。逆にトレッドミルやランニングマシンの場合は、スピードを設定さえすれば、同じスピードで、時間内走ることができますし、傾斜もその何パーセントという傾斜の角度を、決めて行うこともできるよと。ですから、トレイルの練習のためにですね、最初は 5% になってから 7%、10% と徐々に上げていくということも可能になってきます。で、その他の設定もインターバルだとかスピードを一定して、できるというのが、まあメリットなのかなと思っていますね。で、あとはですね、ボトルが置けるので、水分が容易に取れるということ。これも非常に楽ですよね。必要であれば、目の前のボトルケースから取って飲むということができるということです。で、さらにですね、汗かいたら着替えて、素早く、またランニングに戻れるということも、着替えが便利だというのがありますね。で、昨今ではですね、まあ、なんといっても画面があってですね、そこテレビが見えるどころか YouTube とかも見れるわけですよ。ですから、どうしてもですね、つまらなくて飽きてきたっていう時には、そういった画面を使って行うことができるということです。まあ、したがって、ランニングマシンがあることによって、タオルも置ける、水分も置ける、で、テレビを見ながらできるということもあります。そして、やはり、鏡が目の前についたり、横についたりするケースがあるんで、ホームもチェックできるというのが、ポイントなのかな、という気がしますね。というと、こう、なんか全てにおいて、まあ、良さが見えてくる感じがするんですね。ただ、ダイエットを目的だとか、ね、シェイプアップで有酸素をするっていう時には非常にランニングマシンというのは有効的なんですけれども、ロードを走りたいという方にとってはですね、これはデメリットが非常に増えてきます。まず一つ言えることは、メリットにも加わるんですけれども、下のローラーっていうのがゴム製になってますから、クッション性は非常に高いんですね。で、ローラーが回ってますから。でも実際ランニングをするときに、ロードの場合はアスファルトを跳ねて行うわけですね。ですから、跳ねる動作、ね、真下で着地してバネを使うということができにくいということです。で、もちろん負荷ですよね。負荷はランニングマシンの方がはるかに低いです。けれども、ロードの場合は非常に高くなってくる。マラソンを目指すためであれば、歩きでもジョグでもいいので、その負荷に体を慣らしていかなきゃいけないということです。ですから、昨今のですね、クッション性のあるシューズ、これランニングマシンだと、まあ、効果がないわけではないですけど、せっかくのクッション性というのは、あまりこう意味をなさらなくなる。逆にカーボンも同じことが言えるということです。
ですから反発をするクッション性を上げる、そういった部分のロードのランニングシューズにおいてはランニングマシンにはあまり適さなかったりするというのが、ポイントになってくるかなと思いますね。で、やはりマラソンだとかそういうことを念頭に置くときには、やはり先ほどのメリットであったものを体感しておかないといけないということですね。例えば風の抵抗、天候が違う、様々な条件の中で走っていかなきゃいけないということですね。顕著なところで言うと、歩道でも車道、特に車道は、水をこうね、雨の傘を下げるために傾斜になっているというケースがあっています。で、歩道は少し緩やかです。車道になるとさらに傾斜がきつくなってくる。ってなってくると左右のバランスっていうのは崩れやすくなる。その体感もしておく必要があるということです。だからロードでやる場合は、右回りしたら左回りをするとか、左右のバランスを調整していく方が本来はいいと思うんですけれども、ランニングマシンというのはすでにフラットになっていますので、それが癖がついてしまうと、かえって偏りというのが怪我につながってしまうよという形になってきます。まあ、したがって、マラソンっていうこととか、ね、ロードをちょっとこう、どんどん走ってみたいと、ね、いう方にとってはランニングマシンばかりやってしまうと、これが足かせになりやすくなるということになってきますね。ですのでダイエットだけを目的で考えれば、スピードも一定ですし、天候にも左右されないし、時間にも左右されないというところと、安全性だったらタオルや水も置けるということになってきます。まあそう考えてくると、ね、ランニングマシンの方が圧倒的になんかねいいのかなと思うんですが、最大のデメリットというか、僕ら個人的な考えですけれども、ランニングマシン飽きるんですよね。ですから画面とか YouTube とかテレビがないとだんだん飽きてくると。ロードでやったらまあ1時間2時間やってもですね、景色が変わったりするんで、で目標の場所までとか時間決めてできるんですよ。ですから長く走ろうとするときには、ランニングマシンはやっぱり修行ですね、苦行になってしまうかなというところがありますし、先ほど言った YouTube とかテレビが見えてしまうと目線が下がってフォームが崩れやすくなるっていうのもデメリットになってくるんで、このあたりもやはりうまくランニングマシンを活用する、例えば雨の日走れないんだったらランニングマシンで、少し揺さそうとするというふうに、労働主体にやりたいということであれば、やっぱりランニングマシンというのは補助的な機能として使っていただくといいと思います。で、ただダイエットだとか体を絞りたいというだけの目的であれば、筋トレをやってから有酸素ね、歩いたり走ったりするということで十分有効活用できますので、皆さんの用途に合わせてお使いいただくといいのかなと思います。今回はランニングマシンのメリットデメリット、こちらを紹介させていただきました。うまく、この頃ね寒くなってくる時にはランニングマシンも有効活用しながらロードを走っていただければなと思います。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想教員牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。